じゃないんです。本当にたまたま。たまたまですか。さっきから扉の前で立ち聞きしていらしたというのに。それは盗み聞きをしていらしたんですよね。やはりしていたようですね。違います。そんなことは。嘘までついていけない方ですね、あなた。あなたはディオンの妻でしたね。以前に一度だけ私とはすれ違ったことがありましたね。痛い。痛いですか。腕をひねられると。そんなに叫ばないでください。ディアンに気づかれては困るのですよ。私はあなたの喉を握りつぶしたりしたくありません。そう、いい子ですね。あなた、一体誰？こんなことをするだなんて。うすうす察しはついているのではないですか。私とディアンの話を聞いていたのは。街を襲撃したボルド軍の。ええ、では正解のご褒美を差し上げましょうか。夢が。話を聞いたからにはどうなるかも察しはついているでしょうか。どうなるって。指を一本曲げられた程度で大げさに騒がないでください。やばー、話して。確かあなたには最近騎士になったばかりの幼馴染がいるそうですね。運のいいことに。動かさないで。ぜひともその方からいろいろと教えていただきたいものです。騎士ともなればローアナ軍に関する情報をそれなりには掴んでいるでしょうから。もっとも私が直接会うわけにはいきませんから、あなたに頼むことになるかと思います。なんで私がそんなことを。冗談じゃなく。そうですね、話が急すぎたかもしれません。もっとゆっくりとお話しいたしましょうか。やめ。こうした方が素直になっていただけそうですから。どうです。痛みというものは慣れると気持ちよくなるものですが、どうです。まだあまり素直にはなっていただけていないようですね。それよりあなたも私といろいろ話したいことがあるのではないですか。どうなんです。あの人は。ええ、ディアンのボルド人なの。いえ、彼はロアナ人です。身分を偽っているわけではありません。なら、なぜあなたたちなんかと。我らの思想に共鳴を覚えたから。嘘よ。そんなに暴れないでください。うっかり力加減を間違えてしまうではないですか。行く。このように。あまり声を立てるとディアンに聞かれると言ったでしょう。
本当に喉を潰してほしいのですか。おとなしくしていてくだされば、そんなことはいたしません。私はあなたに価値を見出していますので。リアンが私たちに共鳴を覚えたというのは嘘ではないですよ。彼は武器商人という仕事が、今は亡き交易国家アシャによく出入りをしていました。そしてその過程で私たちに味方することとなったのです。アシャ、ええ、この大陸からそれが失われてからすでに数年の時が経ちます。ボルスタッドに身と魂を売ったあの呪われた人々。少しは私たちと彼のつながりが分かりましたか。つまり、ええ、その交易ギルドの中にあの人はいたということ。アシャはボルドの前身といっても過言ではありません。アシャがあってこそボルドが建国されたのですから。つまりはリアンのような武器商人が我々と関わりを持っていても何の不思議もないということです。そんな、あ、いや、あ、現在ボルドの主は鉄鉱山に近い。そしてアシャの成した技術がボルドにはそのままある。彼が未だに商人として立派にやっていけるわけです。しかも前以上に儲けることができる。それってつまりディアンは、何を言っているのか分かりませんよ、シエラ。欲しいですか。あいにくと手元にありませんので、ご自分の唾でも舐めていてください。指を噛むな、メス犬。私が慣れさせて差し上げます。慣れるって何？こんなこと慣れない。それに飼いならすって言葉そのままの意味ですよ。あなたも我らが神を信奉されればいい。そしてロアーナの破壊のために力を。我が王は心の広い方です。あなたのこともきっと受け入れてくださることでしょう。王ってあの魔族とかいう、ええ、やめて。そんな悪鬼に身を売るような真似なんて私は。少し引っかいてしまいましたね。痛かったですか？
方がローアナ教徒としてふさわしくない以上、やむを得ないことですよ。私がふさわしくないって、どういう…それはそうですよ。リアンはボルトの夫。知らなかったとはいえ、その彼を夫とし尽くしてきたあなたも、この国ではもはや異端の存在。ロアフィーナはきっとお許しにならないことでしょう。そんな。先ほどの話に戻しましょうか。あなたに騎士の知り合いがいるというなら、ロアーナ軍に関する情報をその方から集めてください。まだ嫌なのですか？これだけでは物足りなかったですか？あなたにご満足いただけます？私、そんな裏切るようなことできない。でしたら、私があなたを裏切るまでです。私はすでにあなたの弱みを握っているのですから。大丈夫、裏切ろうが何をしようが、すぐに心など痛まなくなりますよ。そんなわけ。大丈夫ですよ。人の気持ちなどいくらでも変わるものなのですから。そう、いい子ですね。うっが、シエラ、これから私の犬になってくださいね。私の言うことを何でも聞くように、そうしていい子にちゃんと命令を聞いたのに、そうしたら餌はちゃんとあげますよ、シエラ。Look.